はい。今回はマイナンバーの社労ーシ,システムがサイバー攻撃された超ヤバいニュース、こちらを考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、こちらのニュースですね、えーまあ、ニュースにしては珍しく、まあ、まともな内容が報じられているんですが、ちょっと難しくてよくわからないんですね。でちょっとわかりそうなところを考えていくんで、まあ、リスナー様のお役に立っていただければと思うんですが、 ちょっとかなりまずい状況にななってる感じなんですよででなんでかっていうと、一応まだわからないっていうことにはなってるんですが、このね、日本人のマイナンバー、あるいはですね個人情報が800万人分流出した可能性があるんですね。で、あるかないかっていうのを答えないんでわからないんですが、ないと言い切ってない以上ある可能性があるわけですよ。とてもまずいじゃないですか、これ。そういった、えー、話なんですね。 どういうういいい話かっていうニュースを考えていきます国内の社会保険労務士の多くが利用している業務支援システムシャロームに対しランサムウェアこのランサムウェアというのは身代金要求型ウイルス攻撃にあっているとこのシステムには800万人を超えるマイナンバーを含む個人情報が扱われていたと。 もし外部に流出していれば影響は計り知れないと言ってるんですね。で、このニュースから分かるように、えー、流出しているかしていないかが分からないんですよ、うん。ただ、流出していないとも言っていないんで、えー、可能性がなきにしもあらずっていう状況じゃないですか。僕はこれ流出してるんじゃないかと思いますけどね。で、えー、このシャロームっていうのは、あー社会、えーえー、社会保険労務士の あの業務支援システムで国内のシェアの、まあえー、トップにいると、えー、4月で約57万の事業所を管理して、約826万人分の個人情報を扱っていたと、だからこういったところにこんなサイバー攻撃を食らって、外部にこんな個人情報が流出したって大変なことじゃないですか。 で6月9日の時点では、漏洩した事実は確認していないと、まあ、言っているんですが、先ほどのところでどうだかわからないとで、このシャロームが扱う個人情報には、シャロームの顧客企業の従業員あるいは扶養家族の名前、生年月日、給与など、えー、12桁のマイナンバーもある、えー、ということなんですね。で、えー、この件というのは一部注目されておりますが、まあ、この件に関して、 マスコミへの回答は差し控えるという内容なんですよで岸田がこのデジタル社会への実現に向けた重点計画とか言ってますがむちゃくちゃじゃないですかむち,ゃくちゃもむちゃくちゃいいところですよこれマイナンバーっていうのはいろんな問題点があるんですがこのマイナンバーといろんなものが紐づけばひも,ひも付くほどに危険性が伴うんですね 今までっていうのは社会保障と税、災害対策っていう3つだったんですが、それから今後国家資格とか自動車登録、在留外国人とか、そういうのに広がっていくと、うん、でそうなっていくと、どん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 またリスクが広がっていくっていうことなんですね。で、今回はこの外部からのサイバー攻撃を受けたということで、あるいはですね、日本国内でもこのマイナンバーが流出したっていう大きな問題じゃないですか。 もう本当に、この先どうなるか分かりませんからね。で、えー、こんな状態になってるにもかかわらず、即刻やめるべきなんですよ。でも、岸田も河野太郎もやめるとは言わないでしょ。紙の保険証を,を廃止して、このマイナンバーで推し進めようとしてるわけじゃないですか。日本国民の個人情報が800万件流出した可能性があるんですよ。やめるべきでしょ、これ、普通に考えて。 しかし、えー、やめないんですね。うん、意味がわからないからね。で、えー、まあ、こういうやっぱり、えー、なんかシステムがまあ、トラブったりとか。 サーバーがトラブったりとかっていうのもあるし、今回のこのね、サイバー攻撃とかっていうのもあるし、情報が漏れるとかっていうのもあるし、もういろんなものがあるんで、もう危ないわけですよ、はっきり言って。だからこんなマイナンバーにいろんなものを紐付づけるっていうことは、世界はしていないっていうのは、多分こういうことなんですよ。しかし日本はそれをしようとしている。で、えー、国民の個人情報、もうダダ漏れですね。 国民の個人情報がダダ漏れ、えー、しかし、えー、国は何もしていないで今度気が付いてみたらあサイバー攻撃に遭っていたとわけわかんないじゃないですか日本国民の大体7割はマイナンバーカードを作らないって言ってる,言ってるにもかかわらずマイナンバーカードをご利用ししてるわけですよ。 数々の何百件、何千件というミスを繰り返しておきながら、そして今回のように何百万人という、ねえー、個人情報の流出の懸念があるわけですね。そういうことを、えー、やり続ける、岸田って何なのかなって思いますよね、普通に。まあ、別に岸岸岸田田田はは嫌いいでですすすし岸田を擁護する気はないんですがのの背後の まあ、日本の宗主国と、まあ、岸田の、えーまあ、タッグを組んでいると思うんですよ、だから宗主、うん、国の、まあ、人間と一部の政治家の利権、えー、そしてですね日本を破壊しようというそういった動きがあ強まっていると、だからあ今回はあこのマイナンバーの件でこういうふうになっているとで、まあ、全く別の話ですが、LGBT 法案とかもそうですね、一気にもう日本が破壊されそうになっているということで。 とてもピンチな状態にあるんで、日本国民の多くがこのマイナンバーカード反対の声を上げないと、もうどうなるかわからないっていう、とても危機的な今、状況にあると思いました、このニュースってあんまり注目されてないんですが、ちょっと難しいんですが、このサイバー攻撃にあって、個人情報が800万件流出したかもしれない。 してないかもしれないんですが、してないと言い切っていないあたり、どうなったかわからない。そして、そういったことを珍しく、マスコミがえまともな形で報道していたんで、ちょっとそちらを見つけたんで、えー、今回お伝えしてみました。まあ、僕たちが住んでいる、ね、日本がより良くなるためには、国民がこういうことに気づいていかないといけないんで、まあ、その何かのお役に立てればと思います。ということで、今回はこ,こで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。